YouTube をご覧の皆さん、どうもらくんです。はい、ということでね、今回なんですけども、動画のタイトル通りになるんですけど、まほとさんが未成年の女の子に対してちょっとやばいことをしてしまったということで、今回は皆さんにね、考察しながら、それできればなというふうに思いますので、早速やっていきましょう。まずですね、このまほとさんが、一体何をやってしまったのかっていう話の経緯になるんですけど、まほとさんですね、昨日結婚発表を出したんですけども、直後ですね、これこれさんの配信で、なんと15歳の少女にわいせつ写真を要求と。なんでこんなことしてんのって話じゃないですか。だって、どう考えてもだってトップクリエイターだし、まほとさんなんかアーティストとしても活躍してるわけだから、女の子なんかもうホイホイ湧いてくるのに、なぜ15歳と、なぜ15歳という感じなんですけども、その15歳の女の子に送った内容が、30枚写真を送れば電話で話す、50枚送れば直接会うといった条件を示した上で、その会う内容の過程を修行と。称していたということで、修行ってなんやねんって話じゃないですか。だって女の子に会う、なんかその修行でなんかするんですか？お前の精神力を鍛えるために、俺が膣で、みたいな。わかんないですよ。わかんないですけど、車の中で二人きりで会う。AV やん！しかも性的な写真送られてきたわけじゃないですか。で、それで直接会うって、もうそういう流れにしかならないってね。思っちゃうわけですよ。これ何が悪質かっていうと、去年の11月から今年の1月においての、やりとりって言われてるんですよね。つまりこの時点で、婚約者がいて、で、なおかつ妊娠してる状況じゃないですか。その状況においてこんなことしてるのはもうマジペケタン以上のクズだ。そういう風に思いますね。フィッシャーズのペケタンは2年前に、付き合ってた女の子、当時、17歳だったんですけど、その女の子に対して告白して、付き合ってる状態で、仲出しとか色々やっちゃって、暴露されたって形なんですけど、今回って、15歳の女の子にね、学生証を持たせて、クパーってしてる写真をね、要求してるみたいな話が出てる時点で、もうおかしいっていうか、もう犯罪なんですよね、これ自体が。だから、僕が思うことは、トップの YouTuber 何してんやと思います。本当にYouTuber がもうこういうことをした時点で YouTuber 全体がね、そういう印象で見られかねないと、やっぱり思うわけですよね。で、なおかつ、そのこれこれさんの、動画がバグ枠っつって、YouTube の、もうホームに乗らないんですよね。僕は、元々 UUUM に入ってた立場なので、知ってる話を言うと、UUUM は UUUM のクリエイターを優遇して、救助者に乗せることができるんですよね。だからそういう話を聞いた限りでは、Google さんと、ズブズブなんで、そういうね、規制をかけたりとかすることも簡単なんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですよね。現にその、昨年ね、まほとさんがアイドルの女の子殴って、謝罪動画出した時も、これめっちゃ再生回数すごかったんですよ。再生回数すごかったけど、これ救助者載ってないんで、そういうのも考えると、やっぱりね、緩すぎるっていうか、自分の会社のクリエイターだったら何してもいいんかみたいな、犯罪してもええんかっていう悪質だなっていうふうに思いました。婚約者が妊娠してる状況において、まほとが、俺はロリコンだから今の彼女は興奮しないみたいな、そんなことを、言ってるらしいんですよね。そんなこと言ってやんなよっていうのは僕は思いますけどね。本当にこれは事実であるにしろ、事実でないにしろ、それが出てる時点でもう問題の発言だなって思います。だってまだ結婚してまだ間もないわけですからね。そんな状況において、この中学生の女の子が、じゃあ交際相手いるんだったら、それ画像要求するの浮気じゃないみたいな感じで指摘したらしいんですよね。でその指摘に対しては、画像要求は浮気じゃないと。いや、浮気じゃない相手にクパーさせんやろってね、普通に思ったんですけども。世の中、表に出ることと出ないことっていっぱいあると思うんですけど、出ないことの闇って深いなって思いました。昔と今って違うのは SNS が出てきたので、お金で、圧力をかけようかかけまいが、本当にね、出てくる、ボロは出てくるし、テキーラ一気飲み事件っていうのがあったと思うんですけど、これもね、結局金の力で、マスコミにはね、もうリークさせないようにとかしたんですけど、結局表に SNS 上でぶったたかれて出てるわけなんで。本当にね、こういう問題がより一層明るみになり、二次被害が起きないようなね、社会や、環境作りだったりを、UUUM さんには徹底していただきたいな、というふうに思いました。はい、ということで、じゃあ最後に、僕から一言だけ言わせてください。22歳として、本当にね、YouTube 3年間ぐらいやってきたんですけど、アイドルと出会える機会はなかったので、ぜひね、アイドルを繋げてくれるよっていうね、お偉い社長さんの方いたら、お願いします。